ダンサー振付家の湯浅絵馬です。今回、アステールプラザの主催の企画でダンスインテンシブ広島という、広島のダンサーさん、広島の界隈のダンサーさんと集まってくれた方たちと一緒に、ワークショップとクリエーションを経て作品を一緒に作らせていただくという企画が、これから3年にかけて行われます。私が一方的に振付家という立場で関わらせていただくというよりは、その今回集まってくださった人と一緒に、その年齢も違う、バックグラウンドも違う、いろんなそれぞれ違う個性を持った人たちが集まる中で、対等にみんなで一緒に作品を作っていくっていう経験ができればなと、とても楽しみに思ってます。公演自体は今年の12月に行われるので、そのぜひどういう作品になるのかっていうことを皆さんにも目撃していただけたらなと思うので、ぜひ12月はアステルプラザにお越しください。